ございます。今日は10月15日ですよねすいません、なんかバタバタしちゃった。おはようございます。なんかちょっとね、いろいろ今日修理の人が来たりとかするんですけど、今日も今日で秋晴れですね。おはようございます。では、あいりさんだ、おはようございますとか、ちょっと名前が分かんないこと。じゃあちょっと早速始めたいと思います。よろしくお願いします。りました。ありがとうございました。すいません、なんか知らない間にいらしていただきまして、なんかだんだん遅くなって開始時間がね、猛暑じゃなくなってきて、なんか散歩に行く時間に慌てなくてよくなったら、なんかだんだんとなんかね、言い訳はやめましょうね。途中でなんか今朝はすっごいくだらないんですけども、さっさとこれやろうと思ったら父がすっごい太ってるんでまあ一応いろんな数値はギリギリなんですけど、謎にちょっと前からもう80キロ以上とかあった時もあったんですけど、てか90キロ近い時もあったんですけど、まあ、今はまあ80までいかないぐらいなんですけど、 77.7 で。37に 77.7 キロの毎朝なんか体重測ってて、カレンダーに自分で書いて、なんかこうなんていうのかな、なんかいろいろとこう私に怒られるの待ちみたいな、そういう感じになってるんですけど、なんかくだらないなんかそういうプレーがあって、でなんか自分で花丸つけたりとかいろいろしてるんですけど、 77.7 になると。ケーキがもらえる。77.7 じゃない日も食べてんですけど、なんかその日はなんかお祝いで、なんか37の日っていうことで、なんかご褒美が出るっていう勝手に決めてて、でなんか今日がそうだったんで、もうすごいなんか呼ばれて、なんかガチャガチャいろいろとそれにねだいぶ時間が取られましたって朝でしたけど、でなんか話戻りまして、なんか今日のピアニーノのは面白か昨日がねなんかね確かなんていうのかな、流れに逆らわないみたいな、こう落ちていくっていうか、落ちていくって言ってもその何でもこう流れに沿って落ちていくんだなっていう、落ちていくのに抵抗する必要はないんだなっていうか、それがなんか何でも考えてみたらこうビッグバンじゃないけど、何かが始まったらあとは本当にこう自然にこう減衰していくっていうのがなんか摂理っていうか、何でも人は生まれたらだんだんこうピークが終わったら真に向かっていくし。プロジェクトだってバンって立ち上がってピークがあれしたらだんだん収束して最後解散みたいになるし、それの全部の工程が美しいみたいな話になったんですよね昨日ね。でなんかそこの落ちていくところ過程もまた今の季節の枯れ葉が落ちるみたいな話もあったのかな、そのピアノがね。でなんか落ちていくっていう。でね、そういうのだったんだけど、滅びの美みたいな、そういう芸術作品っていっぱいあるじゃないですか。小説でも何か破滅していくところ、シェイクスピアとかでも。でそれがなんかただの教訓じゃなくて、その過程全部をなんか利権の件でシェイクスピアは愚かな人間が落ちていく様ですら愛してるみたいな感じってあるみたいなことだったんですけど、今日はっていうか。それは、なんで落ちていくかっていうと、一回こう立ち上がるからで、なんかやっぱり軸がっていうか、だから2つですよね、両面ですよね。陰陽じゃないけど、春夏秋冬ってこうあと運でこうバンっていうこう広がっていくのとあって。息を吐くところと、それから息を引き取るっていうところでセットだからっていうことなんですけど、なんか今日はなんていうのかな、浮かび上がるみたいな、なんかなんていうんでしょうね、浮いてるっていうかね、って思ったのはなんていうのかな、ちょっと微妙、話が昨日のだからやっぱり流れってことですかね。流れに乗って落ちていくとか、メビウスって言ってたんだけど、流れに乗って落ちるといつの間にかまた上昇気流になっているっていうのが、その永遠なこうメビウスじゃないですか、そういう感じになってるんだなと思ったんですね、昨日はね。だから流れに沿って落ちていくっていうのは、無抵抗で全受容で受け入れていると、その流れはいつしかいつの間にか自然に上昇気流に変わってるっていう感じだったんですけど、なので同じことなんですね。裏表ですよね。メビウスって裏と表がつながっちゃって、表にいるなと思ったらいつの間にか裏に行って、裏にいるなと思ったらまた表にいてっていう、終わんないってやつじゃないですか。でだからまあ同じことなんですけど、今日はなんか上昇の方だったらまたそれなんですけど、でそれで思ったのがなんかこれがまた説明がなんていうのかな、ふぬけ。私の自分の感覚として今一番最新で思ってるのが、力みはねいけませんって、でなんかその脱力が基本ってよく言うけれど、でまあ多分人の中でも部分的にいろいろなんだと思うんですけど、私は結構脱力をあれと一緒ですよね。左脳を封印して右脳、そのピアノのあれですね、性っていうかっていうのと同じで、やっぱり本当に脱力が基本だったから、その脱力にこう命かける人生だったっていうか、元はね、そのまずは脱力しないと始まらないって、動かないしなんだけど。その脱力だから体とかも柔らかいから、例えばねよく前聞いてたのが、体が柔らかくてヨガのポーズが全部できますって言ってもふぬけってことがあるって言って、だからヨガのポーズのちょっと話が飛ぶけど同じことだけど、ヨガのポーズの目的って柔らかきゃいいっていう話じゃなくて、その最適ななんていうのかな、その結構複雑な形を取ることによってなんていうんだろう、あるこうチャクラとかに刺激がいくようなとか、そこに意識がいくような、こうぼやーんと立ってて、でどこのなんか丹田とかで意識するのって難しいけど、いろいろ組んでこうグググってなってると、そう自然にこう流れとしていろんなチャクラにこう。なんか焦点が当たりやすいみたいなこともあるんじゃないかなと思うんだけど、そっちに行かないでなんかふぬけがちだなって最近それでなんかいいと思ってたっていうか、いいと思ってるけどなんかあんまりうまくはいってないっていうか、なんかこうピンときてないみたいな体感とかがなんかふぬけで重力任せっていう、なんかちょっと微妙な話で、私の体感としてね、なんか自分の在り方がふぬけで重力任せっていう柔らかいっていう脱力ってなんかを起こすっていうなんかちょっとどう考えても違うじゃないですか。でもそれってやっぱり自覚が体感として自覚しないと分かんなかったんですけど、なんか最近そういうっていうか、でそういうふうに思ってたらやっぱりまあちょっと微妙な話ですね。それって、軸がない軸の話なんですけど、でもそれってね微妙な体のどうとかこうとかじゃなくても意思ですよね。私はこういう人ですとか、これからこうするとか宣言っていうか、同じことだなと思って、その体がふぬけっていうのと、私は言い切らない結構人なので、そのずるいっていうか、なんとなくこうなくはないんだけど、なんていうのかな、それをちゃんと意思を名乗りみたいな意思を立てないっていうか、それがだなってすごい思いましたね。だからやっぱり陰陽っていうかバランスですよね。だから需要はなんかメビウスだったら需要はそのままちゃんと外に与えるっていう方に自然にだから需要って受け入れたら、そのまま自然の流れだったらまた出ていく流れに行くじゃないですか。そういうのの片方だけだとなんか立ち上がらないんだなってすごい思うところがあって、ですね、なんかそういう感じ。だから需要っていうか、需要もね、私の需要はなんかずるいっていうか、戦いたくないからとりあえず需要みたいな、本当の需要じゃない、今かつてのね、かつてのとか、まあちょっと今でもそうかもしれないけど、そういう需要だと推進力が生まれないんだってことですかね。なんかだんだん言ってるうちに分かってきたの。だからなんかやっぱりずるい需要とね、なんかあるじゃないですか。だからじゃなくて、まあ自分がないってことですかね。自分がなくなっていくってことが、まあなんかいろいろ矛盾してね、難しい話になりますけど、そういう感じなんですよ。だから需要と脱力と、そういうそっちが肩なんですよね、多分私は。だからそれはなんか本当になんかいろんなことって紙一重だなって思いますね。なんかなので、いい感じにはまると循環するんだと思う。需要であって与えるであってとか、インであってアウトであって、それがまあ回転ってことで、まあ回転の真ん中にいるってことなんでしょうねって思いますけど、そうするとだから。ちょっとこれすごい自分のために言ってるみたいな感じだけど、中心ができるんですよ。なんかちょっと話が飛ぶけど同じことなんですけど、メビウスにしろ回転にしろルーティンにしろ回るっていうのは両方じゃないですか。脱力と、それから何ていうのかな、立ち上がる力と、そこになんか自力はないんですけど。だから脱力、それとか陰陽とか両方を常に行き来してるっていうのが回転だったりメビウスだったり波だったりするじゃないですか。でそれで最近思ったのは、じゃあなんでそれがそんなにいいのかっていうか、じゃあそれやってるとどうなるかっていうと、私の感覚では中心がなんか勝手にできてくる。自分で力でとか意思でこことか言わないでも、だから中心ってゼロだけどね、だって波のこっちとこっちの間ってどっちでもないところだから、なんかなんていうの、プラマイゼロのところじゃないですか。そういうとか回転でも、回転してると何ができてくるかっていうと、真ん中ができてきて、それはなんていうのかな、場所じゃないから、動きとしての真ん中っていうか、だから質量がない真ん中だから、そこがなんかものすごい重要っていうか、そこからなんか例えば次元抜けたりとか多分するとか、その真ん中が全部一緒なんですよね、多分。私の真ん中と指の例えばなんかタッチの真ん中と、それから誰かの真ん中と真ん中で多分一致する宇宙の真ん中、地球の真ん中とか真ん中で一致するんだと思うんですよね。だからある意味自分のことだけやってれば全部が整ってくるっていうのもまあちょっと語弊がありますけど、説明が足りないとそんな感じなので、その落ちていくっていうのと上がっていくっていうのが同じっていうか同時だけど、説明すると軸を使うから落ちてまた上がるっていうけど、本当は軸がないからまあ両方あってあるから、その止まってるっていう止まってるっていうのもだから、あ、そうですね、じゃあなんか一番感覚としてそのなんてふぬけっていうのと止まってるってふぬけじゃない軸が立ってるっていうのの違いはあれでした、いつも言ってたそのコマが倒れてるっていうのと、それからコマが回転した倒れてても止まってるじゃないですか、そこに。だけどそれは、まあ、死んでるっていうか動きがない止まってるだけど、超高速回転とか振動してたりとか、自分がコマが回って立ってると、あんまり早く回ってると模様も見えなくて止まって見えるっていうのは、陰陽のバランスが究極に取れてて、行ったり来たり行ったり来たりっていうのがとんでもなく高速だからじゃないですか。だからどっちかっていうともう同時に陰と陽が同時にあるみたいになってるとなんか止まってるじゃないですか。だからそういう体っていうかそういう表現っていうかわかんないけど、だからなんか全部同時にねある感じなんだと思うんですよね。だから両方体の中にあるとか両方の動きがあるとかそういう感じ。なんかこれまた結論がっていうか、これをどうしたらいいか分かりませんけど、そうだね、だからまあ全部これでいいってことにもなっちゃいますけど、そういう感じでその具体的にはじゃあ私はどうしようと思ってるかっていうと、今日はとかだけど、やっぱり例えば立つだったら両方をなんかこれなんかお能とかなんだと思うんですけどね両方をだからね、地球にさっき同じことなんだけど、落ちていく力と上がっていく力と両方があって、だから引力とその、作用と反作用って同時にピアノでもこうタッチすると上に跳ね返す力って同時にあって止まってるみたいな感じで、お能もただ能の人って動きが超ゆっくりだから舞台にただ立ってるみたいな、超年寄りが立ってるみたいな時でも、なんかそこからもうなんか360度発光してるみたいな、なんか花があるというか、なんかオーラというか、そういうなんか国宝みたいな人って立ってるだけでそういう風になるような気がするんですけど、そういうのってこう下にこう重力をなんていうのかだからにこう抵抗しないっていうか、もう無抵抗で地球のもう中心までこう落ちていくみたいな力と、それと同じだけ宇宙から四方八方から引っ張られてるってなんか言ってましたけど、なんか安田昇さんって本の書いてる人がそういう感じでまあなんかなんていうのかな、立たされてるっていうか、だからそれは超超停止、止まって静止、止まってるけどもうビリビリじゃないですか、そこで起こっていることは。それがまあ究極だけど、そこまでいかなくてもなんかなんて言うんだろうな、なんかね、そういう感じだから広がっていくっていうか、立ってるってすごいなんか全部が立ってるって感じなのかな。だからなんかぐにゃぐにゃってなってない感じだけど力んではいないっていうやつですよね。まあ難しいですけどね、なんかそういう感覚だなってすごい思うようになりましたけど難しい、ちょっと分かんなかったらごめんなさいみたいな話ですけど、まあそんなことを思ったんですよね。だからなんか上がりたかったら、だからまあやっぱり上昇したいって思うのかな、分かんないけど拡大したいとか思ったらでもね、生きるってそういうことだと思うし、だからそしたらやっぱり地に足つき具合っていうか、重力っていうか足場かな、足場が大事でっていう感じかな。そうしないと立てないですよねとか。で軸がないと脱力もできないですよ。だから全部同じことですよねっていうようなことを思いましたっていう朝でしたね。なんかすごい微妙な話ですけど、なんかだからすごいんですよね、ただ生きてるっていうだけでっていうのはすごい思いますよね。どうなってんだろうって、じゃあ立ってるってどういうふうに立ってんだろうと思うと、もうちょっと数えきれない動作を同時にやってるわけじゃないですか、しかも無意識で。だからなんかその状態、そっちですかね。なんかだからやっぱり頭でどうこうするより、だからピアノも無意識になっちゃった方がなんか弾けて、頭でここがこうで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 ってやりだすと弾けないってこともあるけれど、一回そこを通らないと頭で一回把握するっていうのがある方が感覚が分かんなくなった時になんかね、それ筋道になるとかね、それによって戻れるとかね、そういうこともありますけどね、とかいろいろ思いますけど、そんな感じですね。ちょっとなんかマニアックな話になっちゃったなんかだけど、その辺がで、そういう状態が自然治癒力とかそういうのだと思うんですよ。だからつまり、同じことなんですけど、よりしろ状態でそれだと思うんですよね。そうするとなんか本当になんかこう自然のエネルギーとかがそのまま流れて、こう自分がただの通路になったら、それが演技だったらすごいこう。他の人と一線を次元が違うなんか存在感とかになるかもしれないし、それがなんか病気を治すみたいな感じにも、病気を治すって言うとまた変だけど、なんか自分の自然治癒力がこうね増すとかそういうことにもなるかもしれないし、同じことですよね、なんかね、と思ったり。だからそういうのがなんか思ってくると、まあそっちで生きられんじゃないかなとかそっちの方のなんか、だからそっちが見えないっていうか、初動のところだから、あと周りにできてくる現実っていうのはその現れとも言えるますよね。だからおのずとそれができてる人はなんかそういう周りになるし、変わってくるっていうこともあるんじゃないかなと思って、ちょっとそっちからって思ったりしますけど、っていう感じですね。まあなんか日々実験ですねっていう感じで終わりたいと思います。ちょっとわけわかんないかもしれませんけど、またちゃんと言語化できるようになりたいと思います。こんなのにお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあ終わりたいと思います。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に失礼します。ちょっともうすいません。失礼します。ありがとうございました。切りますね。